皆さんおはこんばんにちは、パラカルタのおさちです。今日もトウモロコシ、なんてったって30分、なんてったって30本ももらったんで、で今日はお豆腐もあるんですね。お豆腐がもうすぐ賞味期限が切れちゃうので、なので今日はお豆腐とトウモロコシを使ってがんもどきを作って食べていきたいと思います。豆腐を水切りしていきます。2枚重ねたキッチンペーパーでお豆腐を一つずつ包んでいきます。耐熱容器に入れて500ワットの電子レンジで3分加熱します。トウモロコシの実を剥がしていきます。この前は包丁で削り取りましたが、もっといい方法を見つけたのでご紹介します。まずトウモロコシを横半分、縦半分に切ります。そしたら手で1列ずつ気持ちよく剥がしていきます。こんな感じで綺麗に剥がれます。水切りしたお豆腐にトウモロコシを入れ、ニラも一緒に入れます。小麦粉を大さじ5を入れてよく混ぜ合わせます。途中で塩を入れてさらに混ぜて出来上がりです。生地を揚げ焼きしていきます。少し多めに油を敷いて生地を手で丸めながら入れていきます。大きさはこれぐらいです。手に少し油をつけておくとくっつかずに丸めやすいです。こんがり焼き目がついたらひっくり返します。両面焼けたら完成です。この前と見た目あんま変わんないじゃないか。でも味は全然違うんだよ。じゃーん、できました。今日は旦那さんと晩ご飯を食べながら撮影してます。いただきます。どうだった？うん、お塩、今日は宮崎の土のタレ、さよしのタレ、これポン酢なんですけど、あとこの前の静岡のわさび塩で食べてます。どうだった？どっちが美味しい？何と？ポン酢と。ポン酢しか食べてない。うん、美味しい。この前と見た目あんま変わんないよね。あ、見た目はね、味は全然違うね。うん、ニラ入れたのが良かったね。ニラ単体だと俺嫌いだから美味しいの。次お塩です。うん、わさび塩何でも合うね。見て、気持ち悪いんだけど。やばくない？これこれ流したらもう多分あれだよ、もうバットボタンつきまくりで。平野ノラ好きなんだけど。ん？平野ノラ。ごちそうさまでした。はい、今日もトウモロコシを使ってがんもどきを作りました。なんかトウモロコシは油で熱しすぎると爆発するらしくって、この前私かき揚げ作った時に第2陣のトウモロコシがすごい爆発しちゃって、キッチン周りが全部油まみれになるっていう大惨事になったので、作る時は皆さん気をつけてください。じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。パラカルタのおさちーでした。バイバーイ。